さて本日の吹奏楽動画はですね、前回に募集しました部員数のやつですね。だいぶ空いたね。前に皆さんの部活はね、何人部員がいるのかっていうのを募集したんですけれども、ちょっとね、動画にするのが遅くなってしまいました。申し訳ございません。492人の方が応募していただきました。皆さんご協力ありがとうございます。10人以下、そして11人から22人、21人から30人、31人から40人、41人から50人、50人以上の6項目に分けてやりました。果たして492人のうち、この6項目のうちに、どれが一番多いのかね。それに加えて、少ないからこそ苦労することとかいいこと、それと同様に多いからこそ苦労すること、大変なこと、辛いこと、辛いことしか言ってねなどなどご紹介していきたいと思います。ではまず一番多かったところです。一番多かったのがなんと50人以上、部員が50人以上いるよっていう人たちが116名いらっしゃいました。中には100人以上いますよっていうところもちょいちょいありましたね。続いて次に多かったのが31人から40人の101人ですね。31人から40人ってなると中編成くらいになるのかな。で次に多かったのが21人から30人の98人、ちなみに僕もここに入ります。で次に多かったのが11人から20人の83人、次が41人から50人の72人、そして一番少なかったのが10人以下の22人でした。では一つずつ確認していきたいと思います。まず少ないからこそ苦労すること、一番大変なのがね、楽器運搬だと思うんですよ。人数がいればいるほど早く終わるだろうし、4階から1階に上がる時の往復数もね少ないと思うんだけど、1人当たりの楽器の運ぶ量が多くなっちゃうし、人数少なくて女子ばっかりってなると余計大変だろうね。苦労してるところも多いと思います。そして次に大変だったっていう意見が多かったのが楽器の兼任、この人はこのパート、この人はこのパートってある程度は決まってると思うんだけど、それに加えてもう一個違う楽器をやったりとか、下手したらもう2種類3種類それ以上やるっていう人もねいましたね。まあそうでもしないとね、できる曲っていうのは限られてきちゃうから、曲もね難易度の高いものはできないっていう意見も多かったんですよ。でも逆に僕そういうのっていろんな楽器できていいなと思うんですよね。やってる人たちからしたらすごい苦労すると思います。でもいいところもあるみたいで、パートが少ないが中にがやりやすいと、人数が多いとね音合わせるのにもね結構時間かかると思うんですよ。でも人数多いところってなるとやっぱりそういうのも慣れてくるからすぐに終わると思うんだけど、それに一人一人のね当てれる時間っていうのが多くなると思うんだよね。そういう部分でも一人一人の上達、まあやる気次第だと思うけど上達もいいと思うんですよね。そうだ、で楽器の兼任に加えてパートの楽譜をね追加されるから休みが少ないっていう人も多かったんですよ。常になんか吹いてる、何か叩いてるって感じ、辛いね。でやっぱり楽器の偏りが出てきて高音がうるさくて厚みが少ないとかっていうこともね出てきちゃうんですよ。このバランスもねなかなか難しいですよね。で次にね、人数が多いところのいいところ悪いところ、まあ少ないところのその逆って考えればいいんだけど、まず人数多いとテンポに時間がかかる、人数が多いと全員がいるかどうかもわからないからね、そういう部分では大変だろうし、先生がね名前を忘れるっていうね、先生も名前忘れるからクラのファースト、クラのセカンドとかって言うしかないよ。あと単純にね部屋が狭いっていう意見もありました。一パートがすごい人数多いから一つの部屋借りた時にすごいぎゅうぎゅうになるのか、個人練習ってなったらいろんな音が飛び交ってるよねきっと。あとねこれちょっと面白かった、話したことがない人がいる、こういう苦労もあるんですね。その分やれる曲ってたくさんあると思うんですよね。人数がいるからこそね絶対楽しいと思うんですよ。人数少なくても楽しいっちゃ楽しいんだけど、さっきのさその高音と低音のバランスっていうのも多分人数が多いことによって取りやすいと思うから、曲作りのバリエーションっていうのが多分多いと思う。でも逆に人数が多いと人間関係とかが大変そう。まあメリットデメリットいろいろありますが、人数が少ないからモチベーションが下がったりとか、人数が多いから自分いるのかなって思ったりする人いると思うんですけれども、吹奏楽が好きで入ったんだからそれ以上はね全力で頑張ってほしいなって思います。人数が少なくても努力次第ではねいろんな曲できるだろうし、みんなのやる気があればね大会でも絶対いい賞は取れると思う。できることは限られるけど、やりたい気持ちがあればできると思います。部員数多いところも少ないところもいろんな場面で頑張っていただければと思います。今回の意見は僕個人的な意見も入ってるんで、お前何言ってるんだよとかそんなことねえよって思う部分もねたくさんあると思うんですけれども、あくまでも僕の意見なんでそこら辺ご理解いただければと思います。真相はねその人たちにしかわからないので、僕も憶測で言ってるだけなんで、ちょっと気分悪くされたら申し訳ございません。ということで本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。頑張れよ、おうおう、どすこい。